Hello everyone, this is Colin's channel. 今日は実家に帰ります。つまりダウンタウンロサンゼルスにあるリトル東京に行きます。リトル東京といえばアメリカ最大の日本人街で、過去にも動画にしたんですけども、新年改めましてなんかします。特に決まってない。前にリトル東京に行った時はもうロサンゼルス移住をたてほやほやで移住したてほやほやだったからあんまり分からなかったんですけど、今回は私の経験を経ておすすめとかも紹介できるかなって思います。ちなみにリトル東京は、まあ、そんなに家から近くないんで、たまに来るぐらいかな、2ヶ月に1回行くかどうかぐらいなんですけども、今年はオビエスリー初めてなんで、食材買ったり新年初の食べ歩きにも挑戦しようかなと思います。お寺見つけました。すごい、なんかやってるのかな。今日は1月2日なんで、ゴマサービスと太鼓ゴーヘイブレッシングサービス、なんかアルフっぽいんで入ってみます。え、日本じゃん。ここ突き抜けたら日本へワープしちゃう世界。名前わかんないんですけど、寺院とおみくじがあります。アメリカ人のお坊さんです。1ドルでおみくじできるみたい。 I'll have one. Thank you. Can I just pick one? Yep. Okay. Both boxes are the same. 、yeah. If it's an okay or a bad one, tie it to the Okay. To the yeah. If it's a good one, keep it with you for the Okay. Next thank、year. You. おみくじした結果今日でした。 I got the worst one. Tie it to the Okay. 今日だったんですけど、このみくじに合う人は進むに悪く、川の岸に至って船なく惑う心にて、物を改めまた始めること、時を待つが良い。最悪なんですけど、私のおみくじ。向こうで結びました。皆さんにお坊喋っててびっくりです。寺院の周りはこんな感じで、お坊さんのスタチューだったりいろいろ売られてますね。全部英語でアメリカンプライスなどが特徴。オージューズセーフトラブル、トラフィックセーフティー、お守りか。とはエマ。盗難防止か人手不足かわかんないんですけど、あえてディスプレイしてオーダーするタイプです。今年はウサギ年なんで、ウサギのエマのスタンドがあります。かわいい。っていうか私今日なんですけど、なぜびっくりしてるかというと、一昨年3回おみくじ引いたら3回連続今日だったんですね。そしたらコロナになって、3年ぶりにおみくじ引いたらまた今日だったんですよ。最強の運です。気を取り直してゼロ東京散策スタートです。こちら私の後ろにある大人気レストラン、チンチクリンって言うんですけど、前私ププチンチクリンって名前面白いプークスクスって言ってたんですけど、めっちゃ美味しかったです。なんか広島スタイルのお好み焼きとたこ焼きを食べられて、3回は行きましたね。しかしかなり並ぶから、11時半オープンのぴったりに私は行きます。それぐらい美味しいです。しかもお手頃。久しぶりの景色。 Welcome to Little Tokyo。 ここのミツルカフェの今川焼きとか食べたかったんですけど、やってないです。みたらし団子一回も食べてないけど、食べてみたかった。残念。ここのカフェもいつも大人気なんですけど、普通のアメリカンカフェ、こちらもラーメン、あとはお土産ショップ、アニメ系のショップが多いです。これは初めて見ました。寿司バーだって。中でお寿司が回ってるのが見えます。信号を渡ると私が前食べたクレープ屋さんとかソフトクリーム屋さんもあります。それ見てみようかな。やってるかなって言っても、まだ朝の11時とかなんで、ソフトクリーム食べる気はないな。どうしよう。結構休んでる。でもこんなに人が多いのはなぜ。ここですね、ミレクレープっていうところを前食べました。かなりボリューミーで、お菓子っていうより食事分のボリュームですごかったです。前回ショート動画投稿したので、ぜひそちらご覧になってみてください。でこちらのソミソミも、これはコリアタウンにもある、多分韓国由来のたい焼きとソフトクリームを合体させたヘビー級のスイーツです。もう一回日本村プラザに戻って、山崎パン屋さんがあるんですけど、そこではおまんじゅうとかいろいろあって食べてみたかったんですよね。ちらっと見たら大行列だったんで並んでみます。こちら活気がすごいです。ここも日系スーパー、マルカよりかは狭いかな。秘密っていう謎なお店とハニーミーっていう、これも蜂蜜のソフトクリーム屋さんなんですけど、ここは食べたことあります。美味しかった。蜂蜜こってり系。ここで並ぼっかな。みんな何を買うんでしょう。肉まん、あんまん、タコまん、カレーまん、ベジータブルまんがあります。肉まんにしよっかな。パカ。
パン買うだけなのに大混雑で大変でした。無事ゲットです。パッケージが面白い。ケーキとかいろいろあったんですけど、私一人でケーキ食べるようなことはあんまりないんで、次回です。ケーキは次回。もう1個4ドルでまあまあお手頃なんじゃないかなって見てたら、後ろにいた日本人の親子がケーキ高い高いってお母さんが言ってたんで、あ、高いのかなって思いました。日本での山崎って割とお手頃なイメージだから。ゲットした肉まん、いただきます。うん、なんか日本の肉まんと全然違う。サイズ的には、手のひらぐらいかな。千と千尋感がある。このランタンといい、頬張りつく小娘といい、これが山崎スタイルなのかロサンゼルススタイルなのかはわからないんですけれども、とても濃厚でシャキシャキしてて美味しいです。よかった買えて、今年の目標達成です。次の食べ歩きはやっぱりチンチクリンです。たこ焼き買おう。たこ焼きだけ都合でオーダーできるので、たこ焼きを iPad で注文しました。たこ焼き待ってる間に隣の木曜日です。これ前も来たけど、上はアパレルショップになってて、本当にとてもカラフルで、しかも値段もなかなかするんですよ。エレベーターがかわいい。見てこれ、 iPhone ケースみたい、かわいい。チンチクリン待ってる間に隣に面白そうなお店見つけました。寿司ロールです。キャルペル、芋虫っていう名前のお寿司あるんですよ。ひえ、日本では想像できない。あとはラスベガスっていうお寿司もあります。なかなかパンチのありますね。そして人の名前のお寿司もあります。ジェシカって誰って感じなんだけど、ジェシカ寿司もあります。豆腐カレー、エビフライカレー、シュリンプカレー、豚肉カレー、ビーフカレー、チキンカレーなどなど、カレーとお肉を別々にしたスタイルであります。空いているリトル東京を見たことないぐらい、平日休日問わず混んでます。あ、たこ焼きだ。たこ焼き戻ります。イエーイ。1200円ぐらいかな、1300円ぐらいの高級たこ焼きです。熱々のたこ焼きゲットです。しかしたこ焼きとはなかなか食べ歩き動画ではハードルの高い食べ物を選びましたが、頑張ってカメラ持ちながら食べてみます。美味しそう。8個も食べられるかなと思ったけど、多分余裕です。いただきます。熱かった。チンチクリンのたこ焼きは銀だこのサクサクっていうよりふわふわ系で、どちらかというと大阪スタイルに近いかもしれないです。でオクトパスボールスって英語では言うんですけど、そういうと大体ドン引きされるんですよね。え、タコのあそこみたいな感じで言われるけど、ボール状の生地の中にタコが入ってるんだよっていうのを毎回説明してる私と私の友達がいます。混みすぎなんで一回撤収。ちなみにここら辺の道にも大黒屋っていうすごい人気のラーメン屋さんだったり、和菓子屋さんもあるんですよね。前和菓子をいくつか買いました。たこ焼き食べてたら周りの人たちに多分気づかれないように言ってたと思うんだけど、美味しそうとか、並べばよかった、私も食べたかったって通りすがりの人たちに言われてたんで、動物園の動物気分でした。前回おなじみのエリアです。名前わかんないんだけど、ウェラーコーチっていうのかな、初めて知った。おにぎり屋さんとか、いつも通りのラーメン系のお店だったり、 K-POP ショップと、あとこっちには紀ノ国屋っていう本屋さんもあります。私がよくお世話になっているのはこちらドンキです。名前はマルカイなんですけど、ドンキホーテです。ここのおにぎりずっと食べてみたかったんだよね。かわいいおにぎりの説明まであります。サラダとかお刺身もあるみたい。植物がたくさん売られてるのかディスプレイされてるのかわかんないけど、隣に帽子もたくさんあって、なぜか坊主です。おにぎりゲットです。サーモンを頼んでみたらこうなりました。いろいろサプライズが多いんですが、美味しそうです。高級おにぎりいただきます。しょっぱ、美味しい。日本のお米だ。お米普段食べないからじんわり心に染みます。周りにふりかけついてるのがびっくりなんだけど、美味しいです。塩分過多。正月休みに一人で何やってるんだろう。リトル東京でひたすら食べ歩き。ふりかけの塩分と鮭の塩分とでいろいろしょっぱいです。Oh my god、 これ韓国海苔ですね。だから海苔にも味がついてて、いろいろ味のパンチが重なってるなと思いました。
美味しいんですけど、大変濃いおにぎりでした。8個入ってたんでちょっと時間かかりましたが、ラストたこ焼きいただきます。うん、美味しい。帰りはマルカイマーケットで食材買ってから帰ります。お腹いっぱいになりました。食べ歩き、たこ焼きもおにぎりもおまんじゅうも美味しかったけど、一番驚いたのはおまんじゅうかな。だって全然肉まんじゃなかったんだもん肉まんという名前を持ちながらも変わったおまんじゅうでびっくりしましたが、美味しいことには変わりなかったです。たこ焼きは前も食べたことあるので安定のって感じでしたね。こちらに抹茶屋さんみたいなのがあって、抹茶ソフト、抹茶ラテなどなど抹茶スイーツがいろいろあるんですけど、それもまたいつか食べてみたいなって思います。もっとお腹にスペースがあるとき。お正月から始まるリトル東京散策&食べ歩きでしたが、最後までご視聴ありがとうございます。今日でしたが、今年もいい年になりますようにと全国の皆さんお祈りお願いしますではまた、バイバイ。